声明文、私たちはアイスラエルと称する組織集団に卑劣極まりない邦人人質弾殺事件を強く非難し、抗議するものである。またこの憎しみと暴力の連鎖の帰結として起きた事件がさらなる憎しみや暴力の引き金となることを恐れている。同時に事件発生以来現政権の施策行動を批判することを自粛する空気が国会議員マスメディアから日本社会までをも支配しつつあることに重大な危惧を覚えざるを得ない。人命尊重を第一に考えるなら政権の足を引っ張るような行為はしてはならない。今政権を批判すればテロリストを利するだけ。このような非常時には国民一丸となって政権を支えるべき。そのような理屈で政権批判を非難する声も聞こえる。だがこうした理屈には重大な問題が潜んでいる。まず実際の日本政府の行動や施策が必ずしも人質の解放に寄与するものとは限らず、人質の命を危うくすることすらあり得るということだ。であるならば政府の行動や施策は主権者や国会議員、過去立法府やマスメディアによって常に監視、精査、検証され、批判されるべきことがあれば批判されるのは当然のことであろう。また非常時であることを理由に政権批判を自粛すべきだという理由を認めてしまうなら、原発事故や大震災などを含むあらゆる非常時に政権批判をすることができなくなってしまう。例えば日本が他国と交戦状態に入った時などにも、今政権を批判すれば敵を利するだけ、非常時には国民一丸となって政権を支えるべきという理由を認めざるを得なくなり、結果的に抑散体制の構築に寄与することになるだろう。しかしそうなってしまっては他国を侵略し日本を焼け野原にした戦時体制と全く同じではないか。70数年前もこうして物言えぬ空気が作られ、私たちの国は破滅へ向かったのではなかったか。実際テレビで政権批判をすると発言者や局に対してネットなどを通じて糾弾の動きが起こり、現場の人々に圧力がかかっている。問題なのは政権批判を自粛ないし非難する人々に自らがすでに抑散体制の一部になりつつあるとの自覚が薄いように見えることである。彼らは自らの行動を常識的で大人の対応だと信じているようだが、本当にそうであろうか。私たちは今こそ想像力を働かせ、歴史を振り返り、過去と未来に照らし合わせて自らの検証をし直す必要があるのではないだろうか。日本国憲法第21条には次のように記されている。集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由はこれを保障する。日本国憲法第12条には次のようにも記されている。この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によってこれを保持しなければならない。私たちはこの日本国憲法の精神を支持し尊重する。この精神は非常時であるときにこそ手厚く守られ尊重されなければならないと考えている。なぜなら非常時にこそ問題の解決のためにはさまざまな発想や見方、考え方が必要とされるからである。私たち言論・表現活動に携わる者は政権批判の自粛という悪しき流れに身を委ねず、この流れをせき止めようと考える。誰がどの党が政権を担おうと自身の良心にのみ従い批判すべきだと感じ考えることがあれば、今後も臆さずに書き話し描くことを宣言する。2015年2月9日以上です。今はですね、相当危機的な状況に至っていると。今までの中でもですね、報道の自由が失われていくということについて 3段階あるという意味でですね、1、ホップ、報道への自由への抑圧で、2、ステップ、報道機関自身が自ら体制に迎合、そして3のジャンプ、選挙による独裁政権の誕生で、今はステップの段階まで来ていますねと。国民にですね、正しい情報が全く行き渡らなくなると、なりつつあるというふうに思うんですけれども、そしたら、どんなに賢明なその国民でもですね、日々の正しい情報を得られなければですね、間違った判断をしてしまうということは十分あり得るわけで、で最後の段階が選挙という最も民主的な手続きで独裁政権が生まれてくるという、そういうパラドックスが生じるというふうに思ってまして、それはホップ、ステップ、ジャンプという追悼したんですが、今は明らかに
ステップの段階に来てるなと。この事件を口実にして、戦争できる国になろうとしてるんじゃないかっていうようなことを私は一番懸念していて、その時に本当に今声がなかなか上げづらい、上げてしまったらこの危機に対して日本が一つにならなきゃいけない時にという形で本当に非国民だとか、売国奴だとか国賊みたいな言われ方をして、それは去年の夏の朝日新聞の慰安婦の問題の頃からすごく非国民とか国賊売国奴という言葉がなんか当たり前に流通するようになってきて、その上でさらに今回の事件があって、私自身も2回イラクには行ってるんですね。イラク戦争前、99年と2003年なんですけれども、その時のイラクの人たちのものすごく親日的な状況という、親日的なこっちがびっくりするぐらいに日本大好きみたいな、そういう方がとっても多くてびっくりして、それはやっぱり戦争しない国っていうのとか軍隊がないとかそういうところで信頼されているというのをとても感じたので、それがイラク戦争があって、それに対して当時の小泉政権が支持を表明して、それから12年間イラクで一体どんなことがあったのかということを、日本のメディアも政府も日本の人たちも考えてきたのかということももう一度問い返さなくちゃいけないと思っているんですけれども、なんかそういう作業もなかなかできなくなるというか、政権批判をしちゃダメっていうことはやっぱり当時自民党政権なので、そうイラク戦争の検証、なぜイスラム国 IS が生まれたのかっていうことの検証こそがとっても必要なことだと思うんですけれども、そういうことも、なかなかできないような空気になっていて、とにかくなんかもうモンスター で、で日本はその脅威があるんだからなんとか自国民を守るんだ、自衛隊を海外出すんだみたいな、そういうすごく短絡的な議論になりそうで、そういうことに対してもうとにかく一つ一つ監視して、言論人なり表現人なりメディアの人たちが声を上げていくということの、重要性を今すごく一番ぐらいに、今まで生きていて一番ぐらいに、痛感しているので、賛同させていただきました。